ツリーイングウォーカークーンハウンドツリーイングウォーカークーンハウンドはアメリカ合衆国バージニア州原産のツリーイングドッグ犬種であるランニングウォーカークーンハウンドは本種からの派生種である1742年に原産地へイングリッシュフォックスハウンドが輸入され死役されたことが本種の始まりである輸入を行った人物はトマスウォーカーという人物で ウォーカー氏が持ってきたハウンドということで、この犬たちはウォーカースハウンドと呼ばれた。しかし、この犬たちは純血のイングリッシュフォックスハウンドに他ならず、元が通常のセントハウンドであるため、アメリカでメインとして行わなければいけないツリーング量にはあまり向いていなかった。そこでこの犬のツリーング能力を高め、独自の犬種にするための改良を行うようになった。 まずこの犬たちを、ケンタッキー州に連れて行き、そこで訓練を行って、ツリーイング量の素質がある個体を選び、それと厳選された、ツリーイングドッグを交配させた。ちなみに、ツリーイング量に不向きと判断された犬はそのまま、セントハウンドとして使われた。先の交配によって生まれた犬は、調教をしながら、能力を判定し、さらに優秀な犬を選んで交配を進めた。 この後19世紀にテネシー州から連れてこられたツリーイングドッグの血が導入され、気質や外見上の特徴などが大幅に変化した。公式に犬種として公認されたのは1954年のことで、同国のユナイテッドケネルクラブによって公認登録が行われた。主にアライグマをツリーイングするのに使われる。パックで獲物に追を追跡し、 発見すると吠えながら追いかけ、木の上に追い詰める。追い詰めた後も何時間も吠え続け、獲物が逃げられないようにする。主人が到着すると、木に登って、獲物を振り落としてもらうか、猟銃で撃ち落としてもらい、落ちてきた獲物を犬が仕留めて、狩猟は完了する。現在でもほとんどの犬が猟犬として使われていて、ペットやショードッグとして飼われているものは稀である。 その姿は先祖であるイングリッシュフォックスハウンドや、同じ先祖から分かれて進化したイングリッシュクーンハウンド、などとうり二つだが、性質は大きく異なっている。クーンハウンド味を帯びたフォックスハウンドのような姿を、していて、足が長く、筋骨隆々の体つきをしている。マズルは太く長く、顎の力は強靭である。胸は広く、力も強い。耳は垂れ耳、は、 タレオ。コートは、ショートコートで、毛色は、トライのハウンドカラーや、タンホワイトなど。大型犬サイズで、性格は、落ち着きがあり、常盆、従順だが視料深くやや神経質であるとも言われている。良犬として繰り出されると、大胆不敵で勇敢になる。瞬速で、粘り強い性質も持ち合わせている。しつけの飲み込みは普通であるが、 状況判断力に優れ、ペットとしての飼育も可能だが、良犬であるため、吠え声が大きくよく響き、運動量が非常に多いので初心者や都会での飼育は難しい。デズモンド・モリスの研修辞典、デズモンド・モリス著書、福山秀也、大木拓役性分動振興者、2007年、ありがとうございます。